京介です。ハロー。今回は Pay to My Pain を弾いてみました。Pay to My Pain、日本のロックバンドですね。今回のこの曲はすごくアルペジオが個人的に難しかったです。アルペジオがすごい僕元から苦手なんですけども、ギタリストのパブロさんがこの曲早くて難しいからアルペジオ頑張ってねっていうのも書いてあったんですけども、なかなか難しいのでちょっとこれから頑張ってみたいと思います。ギタリストのパブロさんで言えば最近あれですよね、鬼滅の刃のテーマ曲のリサさんにもサポートギタリストとして入ってたり、あとちょっと前だとハイドさんのバンドにもギタリストで入ってたりして、最近お目にする機会があってちょっと嬉しいなとは思ってるんですけども、いぜい何でしたっけ、何言おうとしてたんでしたっけ。Pay to My Pain といえばもう最近知らない人がちらほら出始めてはいるかと思うんですけども、今は活動していなくて、ボーカリストの K さんが亡くなって、そのまま一応活動はしていないという形なんですけども、とても日本のいろんなバンドに影響を与えて素晴らしいバンドで、とても僕も大好きです。ではこれから頑張って弾いてみます。頑張るぞ。Never had.